その自分のお父さんよりもね、自分のお母さんの今のね、男の人の方が私は好きだと。ね、これを言わす父親どうやねんと思いますよ。不倫解決のコツは笑うこと。こんにちは、不倫解決カウンセラーの川村です。今日もですね、不倫されている奥様旦那様向けの動画を作っていきたいと思います。ということで今日は、50代妻が不倫をするステップということで、まあステップ形式でね、なんか似たような動画も作りましたけど、またちょっと違う角度から、今日はお伝えしていきたいと思います。まあね、熟年離婚がね、本当に、ね、話題になっていくし、まあ年々その増えていってるっていうのが熟年離婚だったりするんですね。まあでね、熟年離婚っていうのは今日熟年離婚しようと思ったわけではなくて、尻に積もった自分の感情、もう嫌な感情、もう許せないっていう感情が爆発して熟年離婚になるので、かなりね離婚率って高いんですよね。だから周りがもう、まあ、離婚しないでって言っても、まあ、離婚したいとかっていう、もうその決心になってるっていうのが熟年離婚だったりするんですよね。で、まあその離婚に、熟年離婚になってる裏側には、私のところにもね、その妻に不倫をされた夫さんからの相談も来るんですけども、まあ、妻不倫がね多いっていうのも、まあ確かなんですよ、本当に、うん。でもね、妻不倫が多いと言っても、まあこんなね、その不倫夫が多いわけですよね。まあ夫が不倫もしてるっていうことは、妻とセックスレスっていうことも多いわけじゃないですか。その夫さんと妻とセックスレスなのに、妻が不倫をするとね、なんかすごく妻が叩かれるっていう傾向にあるんですよね、日本はね。夫が不倫をもう何回も繰り返してるから、その腹いせにね、まあ、妻が1回だけ不倫をしましたってなった場合に、もう周りから、家族から、職場から、友達から、なんか総出で妻がめちゃめちゃ悪いというふうに言われるっていうことは、私なんかちょっとこれね、腑に落ちないところでもあるんですよね、うん。でまあ、最近ではその50代の子育て終わった妻たちがね、不倫を繰り返してる子で言うっていうことも少なくなかったりします。まあ、その背景はさっきも言いましたけども、まあ、セックスレスっていうのが多かったりするんですけども、まあ、私のところにはですね、その夫に不倫をされて妻からのご相談も多いんだけど、まあ、妻に不倫をされた夫さんからの相談も本当に年々増えてるんですよね。妻に不倫をされた夫さんたちっていうのは、私たちカウンセラーさんよりもなんか、ね、やっぱり探偵さんのところに行ったりとか、あともう弁護士のところに行く、まあ、相談にね行くっていうことが、まあ、多いので、まあ、相談自体も、まあ、どうしてもね、され妻さんの方がご相談が多いっていうのは確かなんですよ。で、まあ、妻不倫で一番多いのはね、40代、まあ、後半ですね、40代が多いんですけども、まあ、最近はね、本当に増えつつある50代不倫の理由をね、今一度お伝えしていこうかなって思います。いつもお伝えしてますけども、妻不倫っていうのはね、本当にね、たちが悪いんですよ。で、そのたちが悪い妻不倫の中で一番たちが悪いのが50代の妻不倫です。覚えておいてください。一番たちが悪いのは50代の妻不倫なので、まあのんびり屋さんの夫さんたちはね、今日はね、危機感を持って、最後まで見ていただきたいと思います。はい、ということで、50代妻が不倫をするステップ、まず1番目は、若さを失う不安感ですね。私も30代40代も今ちょっと50代になってしまいましたけどもなってしまいましたけども、若さってね、もうなんかね、恐ろしい具合になくなっていくんですよ。身体的な衰えですよね。胸がたるんできたとかね、なんかお尻がゾウさんみたいになってきたとかね、もうなんかそういうことですよ。やっぱりね、私たち女性って生理があるないで、なんかこうやっぱちょっと違うんですよね。まあね、早い人は40代の初めの方で生理がなくなる方もいらっしゃるみたいなんですけども、生理がなくなった途端に女性の衰えってものすごく加速するんですよね。で、このまま私の女性としてのね、人生が終わってもいいのかどうかというふうに、なんか自分の魅力、自分の女性としての喜び、女性としての自分をね、もっと輝かせたいっていうふうに思ってしまう。それがまあ大体50代、まあ40から50になるその女性が思うことだったりするんですよね。そういうふうになんか自分の魅力とかね、なんかもっと私は綺麗になりたいとかっていう思うのも、やっぱ50代の初めなんですよね。で、そういう時にやっぱり
ね、旦那さんとの関係も、まあ、こう薄いし、旦那さんもセックスをしてくれないしとかなると、やっぱりね、次に移るんですよ。次2番目は感情的な孤独を感じやすいっていうのが、この若さとかそういう不安、若さがね、だんだん失っていく、その不安感から感情的な孤独を感じやすくなったりするんですよね。で、まあ、だいたい50代になると、まあ、旦那さんとのコミュニケーションっていうのが、まあ、希薄になってくるんですよ。で、そうなるとまたなおさらですよね。50代になってくると、まあ、子どもたちも、まあ、それまではママママって言ってくれてた、ね、子どもたちが、まあ、自立して大学に行ったりとか、家から出て行ったりとかっていうふうになってくると、母親としての役割が一つ終えるわけですよね。そうなってくると、 何か私はここの一人の女性として、一人の人間として何かここ残ってきたのかなと、ね、思うんですよ。で、そういう時に夫は、ね、外でね、なんかいろんな趣味とか、付き合いとかいろんなことをやってる。で、自分との時間を全然大事にしてくれない、ご飯も行かない、ね、今日は、俺はどこで食べて帰ってくるからって言って家にいないっていう風になると、夫との時間をね、そういう妻が大事にしたいと思っても、夫が妻を感情的にね、サポートしてくれないと、まあ、孤独から、その自分の心をサポートしてくれるっていう男性、まあ、そういったことをね、女性ってすぐ横に相談するんですよ。その女性に相談するんではなくて、男性心理を知りたいって言って元彼に電話した、私もしましたけどね、男性に電話をしたり、男性の心をこういう時どうなのっていうふうに、まあ、聞いたりとか。で、またその男性は相談事を持ちかけられると、すごい特別な存在みたいに思って、まあ、勘違いしてしまうんですよね。感情的な孤独を感じやすいっていうのが2ステップ目ですね。次、3ステップ目、また恋をしたい。まあ、ここまで来ると、女として刺激を感じたいとかね、まあ、母としての責任は自分は全うしてきましたよと、ね、女としての幸せをもう一度感じたい、ね、まだ私が女であるうちに、ね、女性として見られるうちに、女性ホルモンがちょっと残ってるうちに、女としての幸せ、女としての優越感とかね、そういうものを感じたいというふうになってくるんですよね。で、その時に、まあ、その相談相手だったり、私のようにね、まあ、元彼に電話をしたりとかしてね。で、このね、まあ、だいたい50代とね、初めとか50代っていうのが、まあ、だいたいこの同窓会とかも結構盛んにあるんですよね。その同窓会がまたね、元彼に会うんですよね。私はね、まだ会ってないですけどね、その同窓会で。まあ、3番目がまた恋をしたいということで、まあ、この時はね、まあ、若い男性にはまったりすることも多いので気をつけて。はい、次、4つ目、自分の幸福、幸せを優先したいっていう感情になってくるんですね。私もそうですけども、子供のために、家族のために、親がね、私が離婚をしたら悲しむから、離婚をしなかったけども、自分の母親も、私も母親も、まあ、認知症で施設に入ってるんですが、施設に入りました、父親も他界しましたとかね、父親も認知になりましたとかね、まあ、その両親が、あなたはあなたの幸せをつかんでもいいのよと言ったとかね、今までその妻として、母親として、まあ、一人で頑張ってきたということを知った両親って、やっぱりそうやって言いますよ。私も自分の娘がね、夫がね、とんでもない夫でね、一生懸命頑張ってきたら、もうあなただけのためにね、自分の人生大切にしなさいって私も絶対言うと思いますね。そういう時に、家族に尽くしてきた女性たちが、まあ、やっぱ自分の人生をね、優先したいとか、あとは自分がね、若い時に見たその夢をね、叶えたいとか、実現したいとか、努力したいとか、自分の時間をね、取り戻したいとか、まあね、どうしてもその子育て時代っていうのは、やっぱ自分の時間っていうのがないのがね、これ妻、私たち女性なんですよね。本当ね、もういろんなことが増えますから、義理の両親との関係とかね、なんか親戚付き合いとか、めんどくさいですよ。親戚付き合いとか、やれお歳暮、やれお中元、ね、夫は何知らず何もしないしね、本当に大変なんですよ。で、そういう時に、まあ、自分の時間を取り戻したいとか、ね、自分がこの世に生まれてきたその意味をね、追求したいとかね、私も幸せになってもいいんじゃないかというふうに思ってしまう。ここの4段階目に来たらね、思ってしまうんですよ。ここまで来たら本当にね、やばいですよ。もう離婚になる確率高いです。熟年離婚ね。はい、次、5番目。
5番目は熟年離婚を決意して子供に話すっていうところですね。妻不倫をしている人たちっていうのは、まあ、大体ね、まあ、子供が気がついてるっていうケースもありますけども、その自分の不倫をね子供に隠してその離婚話をすることが多いです。でこれ私のね知り合いとかでも、まあ、子供たちは母親の不倫をしてたんですが、そのお父さんがとんでもない父親だったから、その自分のお父さんよりもね自分のお母さんの今のね男の人の方が私は好きだと、ね、これを言わす父親どうやねんと思いますよ。はい、これ身近なね、人なんですけどね。はい、まあね、なんせその不倫を隠して子供に熟年離婚の話をする、まあ、母親が多かったりします。それが悪いってわけじゃないですよ。それは子供の心を傷つけないようにと思って、そういうことをやってると思います。子供に話すときには父親と母親のその役割は変わらないけども、その夫婦としてのもう役割はもう無理、もう終わったとね言うんですよ。で残りの人生を自分のために使いたいと、自分はもっともっと女性として人間として、輝くことがあるんじゃないかと思うと、だからお母さんのお父さんと離婚していいというふうに、そういうふうに言って熟年離婚を選ぶ、まあ、50代ね、まあ、60代でもいますけども人がいます。やっぱりこれはね、それまでその夫がどれだけ妻と関わってきたか、妻が悩んでることとか子育てですよとか、あとはね妻のねぎらいであったりとか、これもちろん逆パターンも同じですよ。妻も夫に対してねぎらいがあったのかとかねいうこともありますけど、そういうことをこう話し合いできない環境を作ってる、まあ、もちろん妻も悪いし夫も悪いんだけども、でも妻が不倫をすると、50代で不倫をするともう高い確率で離婚になりますので、まあ、こういう今日のね私の動画を見てくださってる夫さんたちっていうのは、なんか不倫をねするのは俺だけだみたいな、そういう甘い考えを持たない方がいいかなと思います。日本の統計でもあるように、まあその熟年離婚をしたらね、旦那さん夫男性側は、まあ、寿命が縮まると、女性側は、まあ、夫というストレスがなくなるので寿命が伸びるというふうに言われてますからね、本当に気をつけてください。ということで今日の動画を見て、皆様のご意見等をですねコメント欄に書いてみてくださいね。はい、ということで今日の動画を見てよかったなと思ったらグッドボタン、そしてまた川村よこさんのチャンネルを応援したいなと思ったらチャンネル登録とベル通知よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。それではまた。